よし来た。ジャッカルビッグバッカーシリーズに新たなルアーが登場します。その名もビッグバッカーフォールトリック。フォールトリックの特徴なんですけれども、まずはねリップレスの形状になってますので、空気抵抗がなくてかなり飛距離が飛ぶ。ドットアクションをかけた時に、トゥイッチした時ですね、スライドアクション、そしてですね糸をね緩める状態にしてあげると、横にねフリフリとロールしながらフォールする、このシミーフォールをどんな状態でも作ってくれる、そういった特徴があります。貫通ワイヤー仕様になってますので、これがかなり太軸のフックにできた、それによって大型魚とファイトできる。よっしゃ来た、一発一撃、いいファイトしてくれるんですよ。平鈴木ってゆっくり負けるっていうのは武器になる。このフォールトリックの使うシチュエーションなんですけれども、まあ、ナブラ打ちでね活躍しているナブラミノがあると思うんですけれども、毎回ねナブラが起きてくれるとは限らない。魚がねちょっとね一段下をね泳いでるような時、そういった時に、まあ、ブラインドでね投げてもらって横にゆっくり誘ってあげる、さらにはねこのシミフォールでフォールでも誘えるので、横にも縦にもねこうアピールできる、そういったルアーになってますので、まあナブラミノこのフォールトリック場面場面でね使い分けてもらえたらなと思います。よし食った、フォールトリックの食わせ力で出すことができました。